東京卸売センターでインドからのお香り卸売は商品流通の過程で製造、収穫と小売の中間に位置する経済活動を行う業種である。単に卸や生鮮食品以外の商品では問屋とも言われ伝統的に扱う商品の種類ごとに組織されてきた。卸売は製造業から商品を仕入れ、あるいは市場から食材を買い付け、 小売業者に商品を販売する業態であるが、製造業と小売業の間に位置することで、どのような商品が製造されているか、また、これから製造されるのかという情報と、どのような商品が売れているかという情報の双方を知り得る立場にあり、商品の製造から消費に至る流通過程で、重要な位置を占める。しかし、商品流通の過程において、 中間でリザヤを稼ぐ業態となるため、消費者にしてみれば商品価格を押し上げる要素ともなっている。ただ、大量生産を前提としているメーカーとしては、製造ロット単位や輸送パレット単位、市場でもケース単位など、一般の小売店やその顧客には余る単位で商品を売買することになるが、その中間バッファーとして、卸売業は、おののの小売店需要に即した小分けを行うことに、 なるまたメーカーや市場は、おののが、所定地域に密集している場合もあれば、おのの様々な地域に散在している場合もあり、それらは流通経路としての拠点を外部に持たないか、小売店など末端までに対応することが困難である。このため卸売業は、流通拠点の一つとして、それらメーカーや市場などと地域需要とを橋渡しする役目を担う。 こういった立場上のこともあって、卸売業は一定の在庫を保有することで、流通が途切れることなく、安定的に行われるための役割も担っている。その一方で、小売業者の大規模化、全国化によって、卸を経由しないで、メーカーから直接仕入れることが多くなり、卸売業のウェイトが相対的に低下しており、医薬品など一部の商品では、卸業界の再編が行われている。 なおメーカーや産地が直接的に消費者とやり取りすることを直販と呼び、これは主に通信販売の形態をとるが、宅配便の発達や決済手段の多様化、あるいは遠隣に情報化社会の発達で顧客管理や発送業務が自動化ないし省力化しやすいなどの変化もあり、卸売業態にあっても大口個人消費化を中心に直接対応する業態も見出せる。 ありがとうございます。